スペクチノマイシンとは新生細菌のストレプトマイセス、スペクタビリスによって産生される、アミノグリコシド系抗生物質であり、臨筋感染症の治療に用いられる。塩酸塩がトロビシンとして商品化されている。全部筋肉内注射で用いられる。風皮水薬品モデルリストに収載されている。 スペクチノマイシンは1961年に発見された。日本では1978年5月に承認された。米国ではトロビシンは2001年に供給が中止された。新生細菌のリボソーム 30S サブユニットに結合し、タンパク質合成を阻害する。パスチャレラマルチシダの 16S リボソーム RNA により、 耐性を持つものが存在する。特にペニシリンにアレルギー反応を示す臨病患者に投与される。豚赤リ菌を選択的に培養するために血液肝転培値に添加されることがある。スペクチノマイシン耐性遺伝子は分子クローニングの目的で最近の選択マーカーとして利用することができる。加えてスペクチノマイシンは選択マーカー遺伝子。 spcr を含む、形質転換された、植物細胞の選択剤として利用されうる。副作用として、創用感、乙感、腹痛、後半が認められる。重大な副作用としてはショックがある。スペクチノマイシンの推定性合成経路、スペクチノマイシンの生合成は、他のアミノグリコシドと同様に、イノシトール感の形成から始まるが、 イノシトール間の形成過程が異なる。グルコースマイナス6リン酸がなどで還元されて2位の炭素がケトンとなり、ケトンはピリドーキサールリン酸共存化でグルタミンからアミの元を転移される。この過程は4位の炭素でも繰り返され、ジアミンを生成する。このジアミンは S、アデノシルメチオニンに分子からメチル元を受け取り、2つの窒素がそれぞれモノメチル化される。 メチル化されることで、イノシトールシクラーゼがグルコース間を、イノシトール間に組み替える準備が完了する。その生成物は、リン酸エステルを加水分解され、スペクチノマイシンのイノシトール骨格が完成する。蒸気の反応が進行している間、別の経路で、同様の出発物質から、残りの倒査部分が生成する。その経路では、グルコースマイナスイチリン酸が、 TDP 合成酵素で TDP グルコースとなり、6位の炭素がヒドラターゼで脱水され、などで4位の炭素が酸化されて、ケトンとなり、PLP とグルタミンからアミの素を受け取り、さらにデアミナーゼで変換されるとともに、2分子のなどで3位と4位の炭素が酸化されて、ケトンとなり、アミノグリコシド生成に必要な分子が完成する。 こうして生成したとが縮合して TDP 期が離脱しスペクチノマイシンが生成される。アミノシクリトール系の構成物質であり、アミノグリコシド系構成物質と禁煙関係にある。スペクチノマイシンは自然界ではシアノバクテリアや種々の植物にも存在する。主に植物の自己防御に関連して分泌される。ありがとうございます。